本格的に 4K テレビ時代が来たぞっていう時の我々の渾身の一台、はい、今で 4KHDR のもう最初のもうモデルと言っても、うんうんうん、続いての名機は2010年発売の 37Z1 です。発売当時の価格は23万円前後でした。いや、これ2010年ですから、はい、さっきのから4年、4年経ってる、で今から12年前、12、3年前ですね。いや、まだこれ使ってらっしゃる方いらっしゃると思いますよ、ね、多いと思います、うん、綺麗ですよ ね、 ね、この機種だって、ね、あの地デジの移行機だったから売れまくった機種なんじゃないですかね。なるほど、我々デザバブルって言ってた頃です、ね、本当に売れまくってた。でそんな中で力を入れた渾身の一台で、これ当時薄型が入り始めて、はい、うん、見てこれ本当に薄いでしょ、このテレビ。あ、薄い、ね、さっきのと全然違 う、 そ う、 そ う、 そう、あのね、本当に薄くなって、これ LED になって、エッジタイプの LED、 当時はまだ、はい、今のエッジタイプってアンダーバーって言って下に LED が並んでるんですけど、当時両サイドにエッジ LED が並んでた、はい、そしてね、はい、これね、光沢パネルなんですよ。あ、本当だ、消しますね、はい、完全光沢、さっきと違うフルグレア、あー、これはすごい、今でいう UKEL と K と同じの完全クリアパネル。そうです、小林さん、これ謎のマークがついてますよね。そうなんです、それもすごい気になってて、これですよね、これはあの Windows のマークですよね。別にこれあれだよね、 Windows が走ってるわけじゃない、そうですね、連携できるっていうね。これね、当時その Windows 7 PC とこれつないで、はい、DNLA 家庭内ネットワーク上の LAN の中に入れると、はい、そのパソコンの中に入っている動画コンテンツをこのレグザで再生できて、Windows メディアプレイヤーからテレビで再生みたいなことができたはず。え、すごい、なんか今いろいろとそういった、ね、システムいろいろありますけど、その先駆けみたいなところ、そう、先駆けみたいなやつ、いわゆる DNLA って言葉が生まれて、うん、家庭内ネットワークでコンテンツを、はい、まあ、著作権保護の関係があって、録画した地デジとかは共有できなかったんですけど、うん、あのご自身で撮ったムービーとかは、はい、こう家庭内全部の動画で共有できますみたいなシステムを一生懸命各業界団体一緒になってやってた頃ですね。そして画質関係でいうと、うん、倍速モーションクリアというものがあったんですか。そうですね、先ほどの Z2000 では 60Hz のパネルだったんですけども、はい、こちらからはもう 120Hz になりまして、フレームとフレームの間に新しいフレームを作って映像を滑らかに、うん、そして動画の応答性が良くなって、うん、よりクリアに解像度が高く見えるっていう機能になってます、ね、うんうん、あ、なるほど、これも今にちょっと通ずるところが、うん、そうですね、今当たり前のようにもう 120Hz になってますけれども、うんうん、当時としてはすごく最先端な機能でございます、うんうん、またあれですよね、はい、あ、解像度っていうとこの超解像技術採用レゾリューションプラス4、なんかここに僕もね、なんかすごい記憶が残ってるんですけど、そうですね、あの地デジってあの水平解像度が1440しかないんですね、うんうんうん、でフル HD パネルですと1920の解像度がございますので、そこで超解像処理を行ってより解像度を上げてあげて、さらにテクスチャーもよく見えるということで、あの先ほどのクリアなパネルの解像感のアップと相まって、よりなんか解像感が高いテレビ当時になりました。2009年に我々セルレグザっていうモンスター100万円テレビを出したんですよ、はい、セルレグザ、はい、おー、はい、でその2009年のセルレグザのこう高画質コンセプトとか技術がかなりもう盛り込まれ始めてる時期で、超解像技術もセルレグザの頃からやり始めていて、もう結構いい感じに成熟し始めた超解像技術、そうですね、はい、最高性型っていう超解像処理に加えて、さらにあの自己合同性型超解像っていうので、まあ斜めのエッジとかもさらに綺麗になるっていうのも加わっています、うんうんうん、あのね、実はセルレグザ探したんですよ、倉庫、はいはい、ないの、探せなかったんですよ、ね、モニターだけはなんか1台壊れたのがあったとか聞いたんですけど、はいはい、あのセルレグザっていう形のままここ持ってきたかったんだけど、はい、残念ながら探せませんでした、見てみたいです、セルレグザあの動くのをお持ちの方は、はい、ツイッターとかでご連絡いただけると、 DM とかいただけると我々探しております。、はい、そしてゲームダイレクト2というのはどういったことですか。そうですね、今まであのゲームは、まあ、低遅延で表示するというところはこの前のモデルでも搭載してたんですけども、うんうん、はい、このモデルからはその超解像をかけて綺麗にしながらゲームも楽しめるっていうところで2になりました。わあ、
まさにこれレグザーのコンセプトですね。はい、そうですね。この頃からレグザーはゲームっていうのは熱く語っていたんですよね。うん、あのレグザーしか言ってなかった記憶があります。チェンチェンですとも言ってたし、画質がいいですとかも、もうこの、うん、今と何も変わらない。当時ね、俺ゲーム早い早いって威張ってましたけど、19ミリセックの遅延ですから、19ミリ秒。今は 0.83 ミリセックの低遅延。そういう意味ではだいぶ低遅延具合違うけど、全然今となっては低遅延じゃないけど、当時としては低遅延だった。そうですね、うんうん、時代があるからもちろん実現できるね、はい、あるけども、理想は同じだったんですね。そうです、そうです、そうです。なるほど。そしてね、見てください、これリムコン、いや高級ですね、お金かかってる。あ、これも綺麗ですね、キラキラしてます。これプラスチックキーを使っていて、ゴムキーじゃなくてプラスチックキー使ったリモコンの方が当時は高級だと思われていた。確かにお金もかかってたんですけど、あの押し感覚でいうとやっぱりゴム機能がいいんです、ね、最近はゴム機ですけど、当時はフルプラスチック機ですね、扉もついてて、もう懐かしいですね、この扉がついたりとかって今もないね。そうそう、ここが懐かしいなと思いました。懐かしい。そしてね、今すぐニュース、あ、いいな、こんなのついてたの懐かしい。ありましたね、これね、ニュースをね定時で録画するんですよ。朝昼12時と夜7時とみたいなのを3回ぐらい録画してピッと押すと、そのニュースがすぐ流れるって機能、これ昔々俺が考えた機能が当時残ってましたね。だからブロードバンドっていうボタンがありますね。ブロードバンド、これいわゆる今でいうネット動画機能ですね。ちょっと押してみましょうか。ヤフージャパン、あ、これはね、インターネットブラウザ、アクトビラ、はい、光 TV、ティーズで、ほとんどもないですね。インターネット機能。あれ、ネットフリックスとか。あ、まだないです。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 2010年ですもんね。はい、はい、まだないです。YouTube 再生機能もないです。あ、番組表。ちょっと番組表をしましょうか。開けちゃう。これね、見てください。ほら、この今の番組表とあんま変わんないでしょ。はい。すごい。コンセプト一緒なの。本当だ。これね、ほとんど一緒じゃないですか。ほとんど一緒なんですね。ほとんど一緒。いや、すごいよね、この先進的な番組表、当時から12年前の番組表も。いやー、すごい。いやーね、今でも愛用されてるのが分かりますね。いや、そうなんです。これ本当にね、当時から使いやすい番組表。これね、Z2000 もこんな番組表だったはず。なるほど。懐かしいですね。はい。最後は2014年発売の 50ZQX でございます。発売当時の価格は30万円前後でした。いやいや、いよいよ 4K 時代突入ですね。これ、噂によると 4K 時代をリードした機種なんですか。あのね、実は世界で最初に民生テレビで 4K パネルを搭載したテレビを作ったのは我々なんです。あ、そうなんですね。で、それから第2弾、第3弾ぐらいになるのかな。で、本格的に 4K テレビ時代が来たぞっていう時の我々の渾身の一台。これかなり思い出深い機種で、4K で公式機を頑張って、さらに起動もかなり頑張って、今で 4KHDR のもう最初のもうモデルと言ってもいいんじゃないですか。そうですよね、はい、4K 画素のパネル使い始めて、最初やっぱりそのエンジンの処理の方もね追いつかなくて、やっと映しますみたいな感じだったんですけど、4K パネルを駆使していかにして高画質にしていくかっていう、 4K パネルのいいところをこう全部出すっていうエンジン処理が、はい、山下さん一生懸命開発した頃ですよね。そうですね、この一つ前に 2K の Z8 っていうので初めてその公式機高輝度っていうのをやって、やっとその後に 4K で出せたっていう。なるほど。すごく明るくて綺麗ですね。そう、綺麗で、まだね、と言うてもやっと 4K が本格的にできてきた時代で、放送なんかは 4K 放送は全然やってないし、企画もまともに決まってない頃だったんで、このテレビね、業務用の 4K 端子をつけるのにとっても苦労して、まだカメラはHDMI 1本で 4K が撮るような時代じゃなくて、はい、DVI 4パラとか言って4本のケーブルで、4K カメラ、皆さん知らないでしょ。カメラマンさんだった。4パラだったんです。ケーブル4本つないで 4K 画素の収録したのを編集してた。そうなんですか。じゃあこのレグザにはそうやってつないでたんですか。そう、つないで、別端子がついてて、はい、ボックスを買って、はい、HDMI 4パラ入力で 4K カメラ直接入りますみたいな、はい、業務用でいっぱい買ってもらいましたよ。だから制作業界の方々、いや、すごいですね。そうなると、4K 普及に貢献したわけなんですよ。でまだ HDMI も 4K60p がやっと入るか入らないかギリギリぐらいの頃だったような気がするの。なのでプロの方向けに実はモニターのモードがありまして、
D65D93 っていうのマニアックなそのプロ向けのモードも搭載してる、はい、編集スタジオ の, あのエンジニアの方々と一緒に開発して、はい、プロもスタジオで使ってくださいっていうのをかなり注力したモデルだった、はい、そうなんですね。もういい感じでしょこれ。ほぼほぼ変わんない。ほぼ今と一緒。今なった。すごい。うん、すごい。でタイムスマシンも入ってるんですよ。はいはい。ただねこれタイムシフトって書いてある。そうですね。タイムシフトですね。今はここに過去番組表って書いてあるんですけど、はいはいはい、タイムシフト、はじめにジャンプ、ザンマイプレイ。ここタイムはじめにジャンプは変わらない。はいはい。ザンマイもザンマイスマートアクセスになったけど変わらない。はい、ただタイムシフトっていうボタンのことを過去番組表と称していたんですが、販売現場からタイムシフトってなかなか分かりにくいんで過去番組表って名前に変えてくださいって言われて次のモデルがやからここに過去番組表で書き始めたんですけど、いやでもほぼ一緒ですね。もう今変わんないですね。ただネット動画のダイレクトボタンは存在しませんね。僕実はねこの機種買って持ってた記憶があるんですよ。すごくなぜこれを選んだかっていうと、まあ僕画質マニアではあるんだけど、やっぱりねタイムシフトマシン欲しいなと思っちゃってそれで購入いただいた。そうありがとうございます。いやいや本当にね当時からタイムシフトマシンはずっと使っていただいていて、うん、セルレグザからのタイムシフトマシンですからね、はい、いやいやもう本当にいいモデルですよこれ。そうですね、うん、多分私デザインがすごい好きです。いいで、ね、めちゃくちゃあのかなりなんか未来感じ素敵なデザインですね。このスタンドがそうあの、うん、僕もすごく覚えてねこのスタンドの形を、ね、これねスタンドブラスト仕上げって言ってて、はい、この金属に砂をバーッと当てて、はい、仕上げしにするってサウンド、はい、砂をブラストすることでの仕上げ、はい、すごいそんな風にできてたんだ。そうなんですよ。そうするとねいい感じの質感ができるみたいな仕上げしてましたね、うん、めちゃくちゃ美しい、うん、このモデル本当にまだ使ってらっしゃる方まだ全然買わなくてもいいねこれ使いますよこれは使いますか、うん、ただもうでも8年経ちますからぼちぼちっていう方はね、うん、いらっしゃるかもしれないですけども十分綺麗です ね、 ね、うん、そしてちょっと気になるんですけど 3D ってあの 3D ですか。はいそうですね。立体ね、テレビで 3D、はい、メガネをかけて、メガネをかけて立体で見るという立体で見る、はい、テレビを映画館じゃなくてですか、はい、そんな機能がレグザについてたんですか。レグザについてたというよりも、はい、業界でちょっと 3D ブームっていうのが来ましてね、はい、ありましたけど、はい、正確に言うと、はい、まあ業界で機能は 3D 機能はついたけどあんまりユーザーが使ってなかった 3D ブームがありました。これを語らせるとね、はい、長いんですけど私業界で1、2を争う 3D 否定派でございますこんなもの流行るかなんていうことで言いながらただねあの雑誌の皆さん媒体の皆様とかね、はい、評論家の先生もね、はい、いよいよ 3D の映画館でも 3D 上流行ってましたから、はい、3D の時代では映画館は OK です。映画館 OK そうなんです。映画館は OK そうですリビングで 3D メガネかけないよねその通りなんです。あ僕も買ってみていやこれメガネかけないしあの別売りだったらそもそも買わなくていいかもとか思っちゃったかなりでもエンジニア頑張って頑張った変だったんですよ。です、ね、我々ブラスレス 3D まで作ったんですよね。メガネかけなくてもいいです、ね、ちょ気になりますね。懐かしいですあのだけどあれがあったから 4K パネルを使ったん で、はいでね、我々業界初の 4K 画像パネルを使ったレグザ作れたのも、はいまあ、ブラスレス 3D があったからというのも技術なんで、うん、あの技術の、ね、進化のという意味においてはとても役に立った技術だったんですけど流行りませんでしたね。流行りませんでした。全然流行りませんでした。すいません。なるほど。さあここまで歴代レグザの名機を見てきましたが織原さんいかがでしたか。いやまずねこれ懐かしすぎたっていうのが一番最初にあるんですけど、うん、あともう一個言うとね、はい、中身見ていくときちんと現在のレグザまでにつながる技術が、うん、あこのタイミングで入ったんだこのタイミングで入ったんだ、うん、しかも結構10年以上前 に、うん、に全部スタートしてたんだなと思ったらすごい勉強になりましたね、うんうん、いや本当に懐かしいですよね。はいということで次回はですね今回紹介した歴代のレグザと2022年の最新レグザを比較しながら買い替えに最適な機種の選び方を指南しちゃいますということで次回もお見逃しなくいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら